こんにちは、吉谷さん。私はね、何にしてもですね、誰かが言い出したこととか、多くの人が感じてることに、いつもね、本当かそれはっていう風な癖がついてるんですよ。それは、小学生、中学生の頃から、まあ、いろんなね、物理の論文を、まあ、漫画のように読んできたんですよ、本当に。面白いんですよ、論文ってのが。これはですね、論文ってのは、結論をまず書くんですよね。こういう結論があるはずだ。そしてそれを、いろんな実証実験から分解したそういったセクションがつらつらと語られていて、そのね、実験も一個一個面白いんですよ。であとね、仮説は立てたんだけど、結論は立てたんだけども、でもそうじゃない可能性もあるよっていうのが最後の方に語られてるのがよくある例なんですよ。だから一つの論文も一つの説であって、絶対そうではないけども、この説を多くの人が信じることによって大部分の人の都合はうまくまとまるよっていうのが論文の読み解き方なんだろうなと思います。ですので、時代によって、資源の採掘量によって、人間の活動範囲によって、この論文は古くなったからこっちを採用しようねっていうふうに変わるのは大いにあり得ることだと思うんですよね。で、その中で出てきたのがガソリン車なんですけども、確かに交通渋滞を見るときに車の排気ガスがボンボン出ていってね、でそこで高化学スモッグが起きて、なんか環境に悪そうだなっていうのは感覚的に誰もが思うんですよ。しかし、この地球の環境が悪かったのは人類が生まれてからが初めてではないんですよね。もっと悪い環境、もっとなんだったら二酸化炭素 CO2 がバンバン出ていた時代ってあるんですよ。どのぐらいの時代か分かります？例えばね、世界中でまだ大陸が移動していて、核火山がバン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 あちこちで起きていて、とてもじゃないけども地上の哺乳類が安心して住めるような時代じゃないっていう時、そんな不安定な時代に、なんでね、その火山活動が収まって世の中に出ていった CO2 とか硫黄とかね、マンガンとかっていう有害な酵素、炭素、いわゆる排気ガスがね、収まっていったのかというと、それを収めるだけの自浄作用が植物にあったってことなんですよ。ですんでね、人間がいくらね、CO2 を出しても、それ以上のこの浄化作用が地球にはあるんですよ。例えば海中にあるいろんなね、海中の植物ってあるでしょ。あれもものすごい CO2 の削減効果出してるってことにほとんどの方が気づいてないんですよ。で、まだね、いろんな見方があるんですけども、電気についてちょっと一旦お話しましょうか。電気は私たちが今電気使ってますけども、 LED も蛍光灯もそうですけども、それからこういったデバイスにつないで充電するでしょ。これはね、エジソン型の発電機なんですよ。つまり燃料を燃やして、そこでタービンを燃やして、それをエネルギーに変える、光に変える、熱に変えるってものを採用してるんですけども、なんと同時期にですね、エジソンとは違った科学者でニコラ・テスラっていうね、方がいらっしゃるんですよ。天才テスラです。このテスラっていう科学者は、なんとね、空気中に浮かんでいる静電気とか帯電してる電気を取り出して、それを光に変えたり熱に変えたり駆動力に変えたり、要するに自動車のエンジンに変えたりっていうのをすでにね、発表してたんですよ、ね、このニコラ・テスラ型の発電、エジソン型の発電、これを学会に紹介して、どっちを産業界に使うかってことを検討した結果、エジソン型に決まったんですよ。で、テスラっていうのは傷んだ、異常だ、おかしいというふうに封じ込められたんですよね。今情報が民主化してますから、まあ想像できないと思いますけども、当時はですね、情報発信の糸口、例えば学会ってものに切られたら、その情報は伝わりようがなかったんですよ。ですんで、エジソンの方の発電っていうのは、これは何もかも儲かるじゃないか、その儲かるボトルネック、例えば石油利権を抑えておけば世界中の富を手にすることができるぞっていうふうに、ハワード・ロックウッド財団っていうのがね、あったんですけども、ハワード・ロックウッド財団がなんとですね、世界中の利権の 50% を抑えてしまったんですよ。そんな歴史があるんですよね。いや、半分都市伝説みたいな感じで前唾なんですけども、私がね、すごいなと思ったのが、このニコラ・テスラっていう科学者なんですけども、その後ね、ニコラ・テスラ・カンパニーっていうロックバンドが出てきたんですよ。まあそのロックバンドのことはよく知らないんですけども、あ、テスラっていうのは世界的に知られてる名前でもあるんだなと思ったんですよね。その後でテスラモータース、つまりイーロン・マスクの会社ですよ。イーロン・マスクは絶対にテスラを知ってるんですよ。こんな
ね、テスラって会社を社名にするぐらいですから。でしかも電気自動車でしょ。符合するんですよね、ここでね。私の数ある論文が一本にまとまりました。つまり電気自動車は何もガソリンを燃やして、ガソリンでね、旧世代型の石油とか石炭とか液化天然ガスとかを燃やして電気に変えるばかりではなくって、これそのままいくとね、おそらくですけども、この空中から電気を取り出して、もうねガソリンスタンドみたいな充電設備もいらずに、しかも太陽光パネルみたいなパネルもいらない、ね、そういった車があったら勝手にそこら中から電気を吸い取って走る車、もしくはそこら中から電気を吸い取って光る天井、そこら中から電気を吸い取って勝手に充電が常にできている状態のスマホ、これができると私は思います。今リモート充電ってのもありますからね。だから今ペタッとくっつけて充電する仕組みってのあるでしょ。ここにも私の充電器あるんですけども、ペタッと貼り付けて充電するやつがね、伸びるかな、ちょっと見えないと思いますけど、あるんですけども、置いたら充電するっていうのもあるし、離しても充電するっていう仕組みがもうあるんですよ。ついには空中に置いといても勝手に充電して、もう充電の必要がないと、常に充電フル満タンみたいなね。そうするとペースメーカーとかも電池いらなくなってくるんですよ、ね、車も勝手に動くし、飛行機も飛びっぱなしができるんですよ。それは永久期間ではなくて、空気中にある電気を集約してそれを使っていくってことなんで、ほぼ無尽蔵に取り出せるんですよね。それがニコラ・テスラの研究だったんですよ、百数十年前の話です。まあそれをね、私が幼い頃論文で読んだ時に、こんなね、なんでお金がかかる効率的でないエジソンみたいなのが流行ったんだろうなと思ったら、お金がかかって効率的じゃないものの方が何重にも利権が取れるから世界中の富を抑えることができるっていう、そういう結論だったんですよね。それはね、やっぱりそこそこ大人にならないと分かんなかったです。みんながタダでできればいいのになと思ってたのが子供の時だったんですけども、みんながタダだと何が起きるかっていうと、貧富の差とか身分の差ができないんで困っちゃうんですよ、権力を欲してる人は。やっぱり世の中はヒエラルキーがあって、誰かが決めたこととか誰かが許可したことしか使えないようにした方が、こう人類っていうのは誘導しやすいんですよね。例えば今中国ですけども、習近平が認めれば何でも通るんですよ。今ね、中国でものすごいでかい不動産屋が潰れようとしてるんですよ。33兆の負債です、ね、この会社を国が救うか、それとも放置して潰れるのに任せるのか、投資家さんが全員全滅するのも、世界中にそれが波及して第二のリーマンショックが起きるのも、習近平の考え一つなんですよ。だから習近平はね、最近あれですよ、ジャック・マーさんを呼んでですね、しばらく1ヶ月ぐらいの間ジャック・マーが世の中から消えたとされてました。で、まあ釈放っていうかね、手放しになったんですけども、結局は儲けすぎた会社に対してはこうやって規制を入れるんですよ。っていうのが、国以上に信頼を集めたり富を集める存在があってはならないって考えなんですよね。だからその辺は自由主義社会ではなくて、まあ共産的なんですよね。共産党が常にトップ、共産党を脅かす存在はどんどん叩き潰して、そこそこのグレードにしていくって感じですよね。まあこれはね、ちょっと恐ろしいですよね。まあそういうところがあって、まあエジソン型が世の中に流通して流行ってるというふうなのが私の見方なんですよね。まあですので、基本的にガソリンとかね、石油とか石炭っていうのは掘り尽くすことはないでしょう。掘り尽くすことはないけども、テクノロジーと人々の理解によって、解釈によってね、やっぱ風向きは変わると思うんですよ。ですんで、私が望むのはテスラ型の電気を無尽蔵に空気中から取り出して電気代は0円みたいな世界がね、来るのかなっていうところなんですよ。まあ、その代わり他のことに価格がつくみたいなね、例えば人間の信用によって価格が決まってくる、ね、交通ルールを破った人にはそれなりのリスクがあったりとか、国の命令に従わなかったりしたらポイントが落ちるとかみたいなね、そのポイントは全て私たちの人体に埋め込まれて可視化されていて、同じサービスを受けようと思っても、あなたは3000円、あなたは5000円みたいなね。で、すでにね、面白いのがアマゾンってあるでしょ。アマゾンで買い物するじゃないですか。同じ商品でも価格、買う人によって違うんですよ。これすごくないですか。これほとんどの方が気づかないんですよ。自分のアカウントからしかアマゾンの商品見ないんで。でもある時ね、私のアカウントから商品買おうとした、他の人が商品を買おうとした、同じものです、全く同じもの、同じ会社から発売されてる同じものですけども、アカウントを通してみると価格が40円とか違うんですよ。
なんだこれやって感じでしょ。同じものですよ。で、なんでこれが起きるかっていうと、この人はこの A っていう商品をリピートしてるから、だからまあ安くしてあげようとかね、この人は新規で買いに来たからちょっと高めに設定しようかなとか、ね、あと関連商品こんなもんがありますよって自動的に出ますよね。で、まとめ買いみたいなの勧められますけども、それも価格が違うんですよ。つまり私たち一人一人は Google によって評価されて、 Amazon か、 Amazon によって評価されてですね、この人にはいくらだったら買ってもらえるかな、この人はいくらだったら買わなくなるかなってことを判断されてるんですよね。だから金をいっぱい持ってる人っていうのはたくさんの買い物すると思います。価格が上がっても気にならないんですよ。だから高値で、まあ、買ってる、買わされてってことになるかもしれませんし、めったに来ない人とか新規の方っていうのはアマゾンにいいイメージを持ちたいんで、アマゾンは価格を抑えたものを出してくる可能性があるんですよ。それによってアマゾンのリピーターになって、ハードユーザーになったら、ヘビーユーザーになったら、徐々に価格が変わっていくとかね。例えばある一定の商品を買いました。その一定の商品には、例えばですけども電池が必要だと、専用の電池が、その専用の電池がいくら値段が上がってもこっちを使いたいんで買うしかないみたいな状態になってくるという、プリンターとインクの関係ですよね。そうなると最初は本体を買った時は安かったんだけども、電池を買い足すたんびになんかすごく高くなってきたけども買わざるを得ないみたいなね、ことが起きてくるみたいなね。だから私たちは常にね、購買行動も左右されてるんじゃないかなと思うんですよね。で、この辺で話戻しますけども、環境負荷っていう言葉、 SDGs って言葉が叫ばれてますけども、これもその時々のムーブメントや解釈によって変わってきます。特にカーボンニュートラルっていうのがありますよね。 CO2 が環境に悪い、本当にそうなんでしょうか。 CO2 の何が環境に悪いのか誰も分かんないですよ、これは実は。しかもですね、人間が生み出したとされる工業化によるね、 CO2 全体、地球全体が大気に及ぼす CO2 のパーセンテージどのくらいかっていうとね、実はね、人類が一生懸命生み出した CO2 って地球から出てくる CO2 のわずか 2% なんですよ。じゃあこの 2% を抑えに抑えて 0% にしたところでほとんど影響ないんですよ、これは。でも多くの人は CO2 を削減した方がいいんじゃないか、 CO2 によってオゾンホールができて人類に多大な影響を与えるんじゃないか、次の世代の地球環境を壊すんじゃないかってなぜかね、信じちゃってるんですよ。自分で調べたわけでもないのに、不思議ですよね。しかも学会でもね、いや CO2 はそんなに抑えなくても大丈夫ですよっていう論文は通りにくいんですよね。ムーブメントがそうなってるからなんですよね。もちろんこれは私の見方でしかないんですけども、ただデータを自分なりにインターネットの時代で調べてみると、どう考えても人間の出してる CO2 は多数派ではないんですよね。ごく少数派なんですよ。例えば海の底からも CO2 って湧き上がってきて海面から地上に放出されてるんですよ。それがものすごくでかいんですよね。それから火山バン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 地上でも海底でも起きてますよね。そこから出される CO2 ってのは人類がいくら頑張って CO2 を出したところで叶わないぐらいの CO2 量が出てるんですよ。しかもその CO2 が世界中の CO2 浄化作用、要するに大気とか苔とか植物とか場合によっては動物によって吸収されて綺麗な酸素となってまだ還元されてるんですよね。もともとね、質量保存の法則とかがあるわけなんですよ。つまり地上が CO2 で埋め尽くされるってことはないんですよ。 CO2 はどこかで一様に帰すって言うんですけども、物質を変化して世の中を同じ状態にしようとする自浄作用が働いてるんで、地球上で生まれた人類みたいなちっぽけな存在が地球環境をね、根こそぎ変えることはまあ不可能なんですよね。それこそ核爆弾をバン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 落としていくぐらいのインパクトが必要になってくるんですよ。で、核爆弾を落としちゃうとやっぱり10万年とかね、20万年とか元通りにするのに時間かかっちゃいますけども、結局地球を元通りにするんですよ。そう考えると核爆弾ほどのエネルギーの量がない CO2 いくらやったところで地球環境は変わらないんですよね。ただね、地球をきれいにしようという意識は、それは本当に進められるべきだと思いますんで、まあガソリン車をやめるぐらいのことは本当バカバカしい狂言だと思いますよ。ガソリン車がいくら頑張って CO2 を出したところでね、もうちっぽけなもんなんですから。だからそういうことは私普段言わないんですけども、静かにね、こういうことがね、堂々とメディアで語られたりテレビで話されていたりとか、偉い学者さんがね、眉間にしわ寄せて CO2 問題は大変だとか言ってるところを見ると、本当にこの人はそう思ってるんだろうか。
もしくはそう言わざるを得ないのかなとかって考えちゃいます。少なくとも自分で数字を拾えばこれはおかしいぞってことに、まあ、少なからず気づくと思うんですよね。そもそもですね、地球環境が人類が生まれてからが一番悪くなったのかっていうとそうではないですからね。それは何、息を吐いたら莫大な CO2 が出る恐竜時代はどうだったんですかってことなんですよ。しかも恐竜は地球上では自浄作用が働かなくって、でも恐竜は生きていたんですよ。なんで恐竜が滅んだのかっていうと、地球外から隕石が落ちてきてもうリセットされちゃったんですよね。つまり恐竜がいくら CO2 を吐いていても地球環境には影響がなかったわけなんですよ。そのまんまどん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 恐竜は大きくなってくるし、地球環境は別に悪くならないし、巨大な生物を維持するのに十分な自浄作用を持っていたんですよね。で、たまたま隕石が落ちてきて地球をゴア産にしちゃったんで、また一からってことになっちゃっただけで、なんか冷静にね、例を挙げれば挙げるほど本当に CO2 はそんなに出ているのかなとかね、そもそも CO2 が地球に対して有害なのかなってことはね、考えざるを得ないかなと思いますよね。まあいろいろありますよね。これも説に過ぎませんから、そうだと言ってるわけではありません。私はそういう見方もしてるよってことなんですよね。はい、それでね、話最初に戻りますけども、ちょっとね話が大きくなっちゃったんで、私もねネットビジネスを始めた時に願いはあったんですよ。願いはあったけども、それが本当にどうなるのかってことは分かりませんでした。分からないからやったんですよ、早く結論が知りたくて。で、やり続けるとだんだん自分が願望していたものの色がどんどん濃くなっていったんですよ。遠くにある景色が近くになればどん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 ね、くっきりと見えるようにだんだん色濃くなってきました。それは1万円稼いだら、お、なんか手応えあるぞ、10万円稼いだら、あれ、これもしかしたらそうなるかもしれない、100万円稼いだら、あれ、借金返せるかもしれない、あ、こんなにすごいスピードってお金って集まってくるんだみたいに思えてくるんですよ。そしてもう一つ借金の問題ですけども、毎月1万2万返済するのがやっと、もしくは返済もできなかった月もあって督促が来ちゃったりするんですけども、でもね、返済のスピードが毎月1万2万が順調に返せていって、時には10万円単位で返せていって、時には100万円単位で返せていく、そんな時もあったんですよね。そしたら借金ってなくなるんだなっていうふうによりリアリティを帯びるじゃないですか。だからぼんやりとした願いがまさに本当の願望になっていって、欲望になっていって、達成可能な目標になっていったんですよね。今ではほとんどの目標を達成しましたので、ビビらなくてよかったなと思いますよ。あの時自分の少ない理解と少ない行動力が全ての基準になっていたら、これはね、その壁を越えられなかったです。壁を越えて自分の力量が上がった時に、あ、このぐらいはクリアできるんだなっていうふうに今思いますね。だから借金がこれから2000万3000万仮にねできたとしても、今はへっちゃらです。友達に100円借りたようなそんな心理状態です。だから思うんですよ、山口会長のね、山口会長は20億円借りていてもへっちゃらだったですよ。それは金なんかで人間のね生命が引き換えられるものではないってことを知っていたのもあるでしょうけども、哲学的に20億円は商売のやり方によっては誰でも返してるよってことなんですよね、きっとね。今はそれが分かります。あの20億円の借金ももうね、私が知ってる限り残り9億円になった、それから数年経ってますから、ほとんど今3億円4億円ぐらいのレベルじゃないですかね。この前山口会長のところに電話したら、山口会長はなんか不労所得をね毎月30万ぐらい得てるらしいんですよ。もう何が起こるか分かんないですね、世の中ね。だからなんか短期的な知識と経験だけで全ては測らないことじゃないかなと思いますよね。大きな視点に立ってみると、ガソリンエンジンとか電気エンジンみたいなこともね、もしかしたら一気に解決がつくような、そんなテスラ、ニコラテスラカンパニーみたいなのがあるかもしれませんし、環境負荷も CO2 ではなくてもっと別のことなのかもしれませんしね。まあ考えていくとキリがないかなと思いますし、考えて結論は出なかったりするんだけども、考え抜くことによってコンテンツは無限に出てくるみたいな感じですね。今回も話長くなりましたね。まあこれにしときましょうか。いってらっしゃい。